この試合の模様をお送りいたします。高木の先発は右の山本、里崎の先発は右の山本、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の山本登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは荻野。第9球投げた、見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球投げた、外角高め、空振り。タイミング合いません。第3球を投げました、あっと引っ掛けた、ボテボテの当たりはサードゴロ、あっと送球それた、記録はサードのエラー、サードのエラーです。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、投げました、スプリットはボール。まずはインコース高め。第2球、ここは振ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。高木先制のピンチを迎えます。打った、鈍いゴロ、牧原ボールを掴んだ、アウト、高木なおもピンチが続きます。さあ、チャンスが広がって岡本、完全に外れた、ボール。第2球投げました、ボール。第3球ボール、外角へ。さあ、4球目ストレートがストライク、ここは1球見ました。第5球投げました、インコース低め、ストライク。第6球を投げました、おっつけた、一塁線切れました、ファール。インコース引っ張った、岡本追い込まれていますがファールで粘っています。打った、ボールはライナーで左中間へ、ヒット、打球が転がっている。里崎、まずは1点先制、1対0。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。右のバッターボックスは5番福田。福田、背番号55。第1球投げた、ボール。第2球投げた、カットボールはボール。第3球を投げた、3球目ストライク。投げた、真ん中に決まった、ストライク。さあ、5球目縦のカーブ、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。1回の表が終わって1対0、里崎まずは先制しています。右の山本マウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。1回の裏、1点を追いかけます。高木攻撃に入ります。初球から打ってった、ショート右への打球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番源田。第9ストライク、初球空振りからインロー際どい球、ボール。投球は3球目投げた、変化球アウトコースへ外れてボール。第4球を投げました、ストライク。第5球投げました、打った、ショート右、ショートから一塁送球、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番西川。第1球投げました、スプリットはストライク。1球目ストライクから第2球決まった、ストライク、これで追い込みました。投球は3球目投げました、危ない球。次が4球目投げました、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。山本上々の立ち上がりを見せています。1回の裏が終わりまして1対0、里崎。2回の表、里崎攻撃に入ります。この回のトップバッターは阿部。第2球投げた、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、低めいっぱい、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は4球目投げた、打ちました、ピッチャー返し、ナイスプレー、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の原口。第9球投げた、初球決まってストライク、まずは決めてきました。第2球見送ってボール。
第3球を投げた。直球見送ってストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。ボール。第5球投げました。外。カットボール外れてボール。第6球を投げました。打った。外。バックしていった。ファウルボール。低め。空振り三振。右バッターボックス8番甲斐。第9球投げました。1球目ストレート空振り。いきなり154キロ。1球目空振りから第2球カットボール決まってストライク。これで追い込みました。投球はこれから3球目。空振り三振。最後はスイングアウトの三振に倒れました。2回の表が終わって1対0。里崎現在1点をリードしています。2回の裏高木攻撃に入ります。先頭バッターは外。第2球投げました。決まった。ストライク。これで追い込みました。投球はこれから3球目。縦のカーブ空振り三振。外。全くタイミングが合いません。右のバッターボックスは5番福田。第9球投げた。スプリットはボール。第2球投げた。ボール。第3球ストライク。第4球を投げた。ボール。投球これから5球目。内角低め見送ってストライク。投げた。外れました。フォアボールです。フルカウントから結局フォアボールです。まずは一塁牽制。タッチはセーフ。打ちました。初球打ち。ショート左へのライナー。これでツーアウト。ランナーは一塁変わりません。投げた。初球スプリット空振り。少し迷ったか。初球空振りから真ん中決まってストライク。簡単にツーストライクと追い込んだ。第3球を投げました。外れた。ボール。次は4球目。変化球空振り三振。2回が終了しまして1対0。里崎1点リードは変わりません。里崎この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは京田。第9球いきなりセーフティーバント。ボールを掴んだ。牧原取ってアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターはトップに帰って荻野。投げました。初球空振り。第2球投げました。おっと自打球。第3球打ちました。これはピッチャー真正面。アウト。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは2番近本。第9球投げました。ボール。第2球見送ってストライク。キレのある変化球。第3球を投げました。打ちました。いい当たり。破った。近本ナイスバッティングです。バッターは3番グラシア。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。タッチはアウト。盗塁を阻止しました。第9球初球空振り。いきなり155キロ。第2球投げた。インハイ。ボール。第3球を投げた。ボール。投球これから4球目。ストレート見送ってストライク。次は5球目。打ちました。ショートバウンド一塁へ送る。岡本軽快な守備を見せました。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスは牧原。初球はカットボール空振り。さあ次の投球縦のカーブ。ボール。第3球を投げた。インコース空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。投球これから4球目。変化球空振り三振。打順は1番に帰って荻野。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた。まっすぐ見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。追い込んで投げた。打ちました。阿部取った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。山本三者凡退。無得点に抑えています。
3回の裏が終わりまして1対0里崎試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターはグラシア、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、完全に外れた、ボール。第3球打った、第4球を投げました、外角低め、ボール。次が5球目打ちました、セカンド左へのゴロ、牧原ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番岡本、今日2度目のバッターボックス、インコース高め、外れてボール。第2球投げました、アウトロー、外れてボール。投げました、外角高め、見送ってストライク。投げました、流し打ち、ファースト左へのゴロ、山本取ってアウト。これで2アウト、ランナーありません。第1球投げた、打ちました、ファール。第2球打ちました、フラフラッと上がった、セカンドが落下点に入りました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。里崎クリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。4回の表が終わって1対0、里崎現在1点折り。高木この回は2番からの好打順、先頭バッターは源田、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。スプリットはボール、まずはアウトロー。第2球変化球ストライク、インコースへ、タイミング合いません。第3球を投げた、スプリット見送ってストライク。第4球を投げた、155キロ直球、空振り三振、バットが空を切りました、見送ってストライク、いきなり155キロ。第2球ボール。第3球を投げた、打った、強打、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第1球投げた、ライブ2つ目、見送ってストライク。第2球投げました、打った、ショート正面、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。山本3人でピシャリと抑えています。4回の裏が終わりまして1対0、里崎1点リードは変わりません。5回の表、里崎攻撃に入ります。トップバッターは阿部、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、見送ってボール。第4ストライク。第5球投げました、打った、流し打ち、ファースト左横のゴロ、山本取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、ボール、アウトコース低め。投球これから4球目、打った、詰まった打球、ライト前進、取りました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには甲斐、今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げた、打ちました、ファースト飛び掴んで、これで3アウトになります。リプレイをご覧ください。最後はいい守りを見せてくれました。5回の表が終わって1対0、里崎この回無得点です。5回の裏、高木攻撃に入ります。この回の先頭バッターは福田、第1打席はフォアボール、投げた、スプリットはボール、投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、インローへ、変化球外れてボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、外れた、フォアボール。先頭バッターにフォアボールを与えます。バッターは6番高橋、最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。さあ次の投球、ここで送ってきました、ピッチャーへ転がした、一塁へ送る、アウト。ランナー二塁に進みました、里崎同点のピンチを迎えます。第2球投げました、このボールも空振り、変化球にキレがあります。第3球はボール、外角低め。投球これから4球目、危ない球、
肩越しにランナー見た。次は5球目投げた。打ちました。痛烈、入れば逆転だ。伸びた、見送った、ホームラン、逆転ツーラン、ホームラン。白球は無情にも持ち去って変化球を完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。こちらが先ほど逆転のシーンです。右バッターボックスは8番梅野。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました、ファール。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、低め際どい、ボール。第5球投げた、5球目ストライク。第6球は縦のカーブ、外れた、フォアボール。この回2人目のフォアボールです。第9球投げた、初球に送ってストライク。第2球投げました、2球目空振り。追い込んでから投げました、1球外した、ボール。第4球を投げました、打ちました、右中間へのフライ、センター前ヒット。一塁ランナー一気に三塁へ。牧原、いいバッティングを見せました。ピンチを広げています。打順はトップに帰って荻野、今日はショートゴロとセカンドゴロ、縦のカーブ見送ってストライク。第2球投げました、低めギリギリいっぱい、ストライク。これで追い込みました。第3球は1球外してボール。第4球はスプリットはボール。さあ5球目打った、三塁ランナーはホームへ。一塁送球、高木、さらに1点追加、3対1。バッターは2番源田、今日はショートゴロと三振。まずは2塁牽制、2塁タッチセーフ。投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、打ちました、これはサード真正面、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして3対1、山本とうとう打たれてしまいました。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは京田、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。投げた、膝元、スプリット外れてボール。投げた、2球目ストライク、キレのある変化球。第3球を投げた、打ちました、セカンド左への打球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って荻野、第1球投げた、初球空振り、カーブに全くタイミング合いません。第2球投げました、決まってストライク。第3球もう、次が4球目、投げました、打った、高橋掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番近本、第1球投げました、ボール。第2球投げました、カットボールはボール。第3球を投げました、ストライク。投球これから4球目、打った、ライトへの打球、これはヒットになります。近本ナイスバッティングです。右バッターボックスはグラシア、今日3打席目。一塁へ一つ牽制球を送りました。投球これから2球目、打った、ファールボール。投球はこれから3球目、危ない球、2塁送球はどうだ、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。先ほどのプレーです。6回の表が終わって3対1、高木2点リードは変わりません。高木、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番西川、今日は三振とショートライナー。第2球投げた、まっすぐ空振り。第3球を投げた、縦のカーブはストライク。
さあ4球目ボール、次が5球目ボール、さあ6球目、見逃し三振、バッターアウト。バッターは4番ソト、今日は三振とショートゴロ。初球縦のカーブは空振り、少し迷ったか。第2球ストレートで振ってストライク、もう追い込んでいます。第3球アウトコース低め、外れてボール。次が4球目、投げた155キロ直球、空振り三振、2者連続三振になりました。第9投げた、危ない球。第2球投げた、打ちました、レフト前に出る、取って、これで3アウトチェンジ。山本見事相手打線を抑え切りました。中盤まで終了しまして3対1、高木現在2点をリードしています。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターはグラシア。さあ次の投球、外角高め、ボール。投球はこれから3球目、顔の前通過。第4球を投げました、4球目ストライク、追い込んで投げました、アウトコース高め、ストレートは外れてボール。さあ6球目投げました、見送ってフォアボール、いきなりフォアボールを与えてしまいました。第1球スプリットはボール。第2球見送ってストライク。第3球を投げました、ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打ったんやったりだ、ショートライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球完全に外れたボール。第2球投げた、スプリット決まってストライク、変化球にキレがあります。投球は3球目、変化球ストライク、インローへ、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打ちました、打球は三遊間へ抜けた、ボールは中継、福田いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。インロー直球は外れてボール。第2球投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ、山本ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。高木なおもピンチが続きます。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、外れたボール。次は4球目、ここはフォアボールになります。これで満塁です。第1球投げました、ボール。第2球投げました、カットボールはストライク、タイミング合いません。投げました、打ちました、サードの右、あっと弾いた、源田バックアップ、一塁送球、里崎1点返しました。サードのエラーが記録されます。山本ここは踏ん張れませんでした。身長差を欠いてしまったか。山本降板、右の森原ワンヒット逆転のピンチで登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第1球投げました、初球外れても投げました、スライダーボール。投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、打った、これはセカンド正面、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。7回の表が終わって3対2、里崎あと1点を追いかけます。7回の裏、高木ラッキーセブンの攻撃、トップバッターは高橋。投球これから2球目、マシンで捉えた、一塁送球、アウト、高橋いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。変化球ストライク、低め、タイミング合いません。1球目空振りから決まってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、見送ってボール。
次は4球目、投げた、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げた、ボール。第2球、ボール。投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、空振り。第5球投げました、内角、見逃し三振。最後は見逃し三振に仕留めました。7回までが終了しまして3対2、高木ラッキーセブンは無得点で終わりました。里崎、この回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは荻野、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球打ちました、牧原、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは2番近本。第9球投げました、インロー際どい球、ボール。第2球投げました、直球ストライク。第3球を投げた、真ん中に送ってストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げた、ストライク、空振り三振。バッターは3番グラシア、今日4度目のバッターボックス。投げた、初球空振り。第2球ボール。第3球、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げた、低め、フォークは外れてボール。投球これから5球目、三振。里崎、打順トップからでしたが三者凡退で攻撃を終えています。8回の表が終わって3対2、高木1点に。高木、この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは牧原。第2球投げた、アウトコース高め、タイムストライク。第3球を投げました、打ちました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って荻野、第9球投げました、ストライク。第2球投げました、打った、痛烈な当たり、抜けた、荻野ナイスバッティングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。左バッターボックスは2番源田、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。まずは1塁牽制、タッチセーフ、投げました、外れた、ボール。一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ、投げました、スプリットはストライク。第3球を一塁ランナー走った、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。リプレイをご覧ください。追い込んでから投げた、打ちました、サード右横のゴロ、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。8回までが終了しまして3対2、高木リードはわずかに1点です。森原降板、そしてマウンド上はクローザー佐々木、最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか、投げた、打ちました、第2球低め、ボール。第3球を投げた、危ない球。次は4球目、投げた、ストライク、タイミング合いません。追い込んで第5球、縦のスライダー、ボール。第6球を投げた、161キロ直球、空振り三振、2者連続三振。第1球まっすぐ見送ってストライク、いきなり161キロ。第2球投げました、2球目ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、ストレートはボール、アウトコース高め。第4球は危ない球、投げました、おっとデッドボール、これはデッドボール。第1球投げました、完全に外れた、ボール。第2球
投げました。打った。一、二塁間抜けた。ボールは中継。阿部、いいバッティングを見せました。高木、同点のピンチを迎えます。さあ、このゲーム最大の見せ場となりました。第9球、初球はストライク、いきなり159キロ。第2球、投げた、ボール。第3球はストレート決まってストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、打った、ライナーだ、レフト前ヒット、レフトバックホーム、原口ナイスバッティングです。高木、なおもピンチが続きます。今日元気のない回、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球、投げた、打ちました、抜いていった、ライト後逸、二塁ランナーそのままホームへ向かった。ゲームの行方も分からなくなってきました。佐々木、ここは踏ん張れませんでした。今の逆転のシーン、リプレイでご覧ください。バッターは9番京田。今日はここまで3打数ノーヒット。第9、投げた、初球を打ちました、ライト前クリーンヒット、ボールは中継、里崎リードを2点に広げます。先ほどのプレーです。打順はトップに帰って荻野。第9、投げた、見送ってストライク、いきなり160キロ。初球ストライクから、第2球、サードチェンジはボール。ランナースタートを切った、ストライクになった、キャッチャー送球、二塁セーフ。ランナーを詰められてしまいました。さあ、リプレイです。第4球を投げました、見送ってボール。第5球、投げました、見逃しの三振。今日2本のヒットを放っている近本、初球決まってストライク、いきなり158キロ。第2球、真ん中に伸ばしてストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、危ない球。次が5球目、打ちました、いい当たり、破った、レフトバックホーム。続いて二塁ランナーも今ホームイン、里崎この回5点目、7対3。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは3番グラシアル。ランナー走った、投げました、これはストライク、キャッチャーに盗塁成功。ランナーを二塁に進められてしまいました。追い込んでから投げた、変化球、空振り三振。グラシアル、全くタイミングが合いません。9回の表が終わって7対3、里崎4点リードに変わっています。高木、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番西川。第2球、縦のカーブ見送ってストライク、キレのある変化球、投げた、決まった、ストライク。追い込んで投げた、打ったに当たりだ、抜けた。西川、いいバッティングを見せました。バッターは4番外。第9、投げた、アウトローを見送ってストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから、第2球、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、見上げた、ホームラン、ツーランホームラン。8球が無情にもつかんで、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは5番福田。第9、投
投げた、初球に送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、打ちました、ショートだ、右強打、取った、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは6番高橋。第9投げました、外れた、ボール、投げました、危ない球。第3球を投げました、3球目空振り。第4球を投げました、打ちました、これはピッチャー正面、アウト、里崎勝利目前。バッターは指名打者オースティン。里崎、ここは何としても抑えたい場面。初球を打った、当たり損ねのファーストゴロ、グラシア自分でベースを踏んでアウト、ゲームセット、山本見事な完投勝利です。高木敗れました。